将軍様、儀式も終わったし、そろそろ休んだ方がいいよ。待った。まだ列車の友と話したいことがある。すまないね。元凶からずっと休むように言われていたんだ。もっと早く諸君らを招くべきだったのだが、請求列車がラフを離れる前に送りたいものが2つある。贈り物？やっと両親がうずいて、うちらの頑張りをねぎらう気になったのかな。では諸君、新作譜まで来てもらえるか。諸君をここに招いたのは、改めて先週ラフが列車の名無し人に感謝を伝えるためだ。フゲン殿からも聞いたと思うが、諸君の成した創挙はこのラフでは恩に報いることができないほど偉大なものだ。故に私はラフ運気軍を代表し、この決命の儀を象徴する玉鳥を諸君らに託そうと思う。数千年前、同盟が成立した時に各戦州は共に誓いを立て、玉鳥に刻んで証とした。たとえ天地が崩れようとも、この誓いに背くことはない。この玉鳥も同じで、その意を表している。これには、請求列車に対する、ラフ運気軍の許可が記されており、それと同時にビーコンでもあるんだ。玉鳥を握ることで、私が持っている、もう一つの玉鳥へと連絡が届く。約束しよう。たとえ銀河の果てでも、ラフ運気軍は、列車の元へと駆けつけ、恩に報いると。へえ、すごい贈り物だね。ああ、無論これほど重要なものだ。些細なことや抗議に反するようなことには使わないでほしい。私の言っている意味がわかるね。大丈夫大丈夫、わかってるって。将軍のご厚意に感謝する。そして、炭鉱殿。あ、獣王氏の通達により、君への追放令を赦免する。本日をもって君は、自由にラフを行き来できる身だ。やったー。だが一つ忠告しよう。タンフーの罪はあまりに深い。このような通達があったとしても、一部の人の考えは人間教の潮のように簡単に変わりはしないだろう。出入りの自由は保証するが、身の安全までは私も保証できない。この点についてどうか理解してほしい。わかっている。贈り物を渡せて気持ちが軽くなったよ。傷口の痛みも和らいだようだ。この情景を詩にしたい気分だが、私はフゲン殿のように学識が豊かなわけではない。やめておこう。名無し人の道はまだ長い。列車の旅がどうか順調であることを祈るよ。ではさらばだ。姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。いつ戻ってくるかと聞かれている。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ。ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。
姫子さんもきっと心配しているだろうからな。うちらが今回の旅で体験したことを聞きたくて待ち遠しいんだよ、きっと。あ、ちょっと待って、忘れてた、車掌さんにお土産買ってない。ねね、あんたは先週でやり残したことない？うちってばすっかり忘れてたよ。まだ今回の旅で出会った友達にお別れを言ってない。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。二人ともなるべく早く戻ってきてくれ。安心して、幼児ちゃん。聖者が玉海門を離れる瞬間を見るとまるで夢のような儚さを感じるの。あの船たちは一体どれほどの時間をかけて空を飛び、またどの星に向かうのかしらね。宇宙からすれば長命氏の命も短命氏の命もほぼ同じだ。先週の民が求める長命は星が呼吸し輝く一瞬にも満たないもの。彼らの悲しみも俺たちと変わらない。お帰り。ちょうど姫子と今回の旅について話していたところだ。また一つ旅の終点にたどり着いたな。あらゆることには終わりがあり、その後には新たな始まりが待っている。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒に新世界を開拓しようかしら。列車にそんな交代システムがあったのか。ピノコニーよ、覚えてる？カフカの誘いに乗る前にそこに向かおうとしていたでしょ。列車のアーカイブによると、ピノコニーはもともと犯罪者を流刑するために使われていた監獄船よ。少なくとも記録された時代ではそうだった。でも挽回のガンが発生した時、ピノコニーはシペのもとに身を寄せ、無常の繁栄を遂げた夢の国に変えられたわ。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコニーで一体何が起きているのか気になって、思わず招待を受けちゃったわ。車掌の準備が終わったら次の駅に向かいましょう。ここに踏み入る者は極利か囚人に他ならない。貴殿はどちらかね？どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。派手にやったものだ。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君まで、次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。薬師の忌者め。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケイン、我々の邪魔をするな。剣木のよみがえりは予兆。先週は運命の選択を下す時に至っている。定休、儒家、人滅、これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。